はい、こんにちは。今回は最強王者からダウンを奪った日本人に知られていないボクサーを紹介いたします。1963年6月、モハメド・アリとヘンリー・クーパーが戦いました。当時アリは世界王者になる前で、オリンピックで金メダルを取って鳴り物入りでプロデビューし、プロ入り後18戦全勝と圧倒的なスピードとテクニックで対戦相手を翻弄しておりました。一方、英国王者のクーパーは27勝8敗と負け数が多かったのですが、19KO とかなりパンチが強いボクサーで、地元イギリスの大声援を受けて強打を浴びせ、第4ラウンドに強烈な左フックでダウンを奪いました。しかし、プライドの高いアリは第5ラウンド開始とともに猛反撃をし、クーパーに連打を浴びせたところ、クーパーの出血がひどくなり、レフリーが試合をストップしました。38戦全勝の WBC 世界ヘビー級王者ラリー・ホームズは11度目の防衛戦にリナルド・スナイプスを迎えました。ラリー・ホームズはモハメド・アリの引退後からマイク・タイソンが出てくるまでの間、ヘビー級で長期政権を築き、17度の WBC 王座防衛と3度の IBF 王座防衛に成功しました。ホームズはアリのスパーリングパートナーを務め、アリから左ジャブを学び、その左ジャブは史上最高と評価されることもあったのですが、アリのコピーと言われ人気はいまいちでした。そんな実力者のホームズに挑んだスナイプスは、ここまで22戦全勝でパワーのあるパンチが特徴なのですが、強打に頼らず、なぜか中途半端なフットワークを活用し、パワーが活かせていない印象でした。22戦全勝のスナイプスは、中盤から意を決し、接近を試み、第7ラウンドに強烈な右で王者ホームズからダウンを奪いました。しかし、絶対王者ホームズは追撃を許さず、なんとか大ピンチを脱出し、その後のスナイプスのパワフルな攻撃もなんとかしのぎました。迎えた11ラウンド、絶対王者ホームズは逆襲に転じ、ワンツーで効かせた後、コーナーに詰め、右パンチを何度も振るったところ、レフリーが試合を終焉させました。
Rudy Ortega steps in and stops the contest. And Snipes is saying no, no, no. And the fans are booing. And Perfect is the man that went 15 rounds in a championship fight with Larry Holmes.ホームズに敗れたスナイプスは1982年10月に後の世界王者トレバー・バービックと戦い、初回強烈な右でダウンを奪い勝利しました。ニカラグアの英雄アレクシス・アルゲルは1974年11月から7年以上フェザー級、スーパーフェザー級、ライト級の3階級にわたって世界王座に君臨しました。アルゲルは3階級で世界王座を合計16度防衛し、細身で華奢な体格ながらそのうち15度の KO 勝利と凄まじい KO 率を誇りました。アルゲルの最後の防衛戦は1982年5月アンディ・ガニガンとの一戦ですが、挑戦者のガニガンはサウスポースタイルからハワイアンパンチと呼ばれた強打を振るい、ここまで33勝のうち 30KO とこれまたノックアウトを量産してまいりました。王者アルゲリオは初回はいつも通り相手の様子を伺っていたのですが、いきなりガニガンの強打を浴びダウンを喫しました。トップコンテンダーのガニガンは偉大な王者アルゲルを相手に臆することなく強打を振るいましたが、世界戦が20度目の王者は冷静に迎え撃ち、逆に強打で圧倒しました。迎えた第5ラウンド、3階級王者アルゲルは強打を上下に吊り目打ちし、防衛に成功しました。カオザイ・ギャラクシー。元 WBA世界スーパーフライ級王者のカオサイ・ギャラクシーは世界王座を19度防衛し、47勝 41KO1 敗という凄まじい KO 率を残し引退しました。タイの英雄カオサイの最後の防衛戦の相手がメキシコからやってきたモンスターと呼ばれたアルマンド・カストロでした。ここまで46勝 41KO1 敗の王者カオサイは19度目の防衛戦が最後の試合と明言しておりましたが、第2ラウンドにカストロの右アッパーでダウンを喫しました。挑戦者カストロはパワーがあり非常にタフなファイターでモンスターと呼ばれるだけあって、強打のカオサイ相手に一歩も引かず打ち合いを挑みました。後にカオサイは48戦戦った中でカストロが一番頑丈でパンチが強くタフな試合だったと語っておりましたが、コメント通り激しい打ち合いが続き、11ラウンドにカオサイがようやく強打でダウンを奪い返し、判定で勝利し有終の美を飾りました。
ก็ชอนะครับ